おしっこ座って やると思ったら、だいたい大きい方出ちゃう。あ、ない。俺だけ？逆じゃない？あ、大きい方にしたら小便が出る。いや、俺違うんだ。おしっこ仕事したら、こっちも出ちゃう。始め！はい、ゆてぃちゃんねー。今回もですね、アストルマルチスポーツコートに、来てます。はい、第1弾はですね、リュウアツシ選手が僕のテクニックを、やるという回だったんですけど、今回は、まあ、いつもコラボすると対決するんで、今回ちょっと違ったっていうか、あの、石黒さんとか、パンダ兄弟ともやった5番対決をやろうかなと思います。じゃあ、最初からいればよかった。そうですね。あの、さっきの5番対決。はい。見てたらわかる。はい。見てなかったら分かります。そうですね。はい。見てないね。僕は見てます。まだ見てない。リフティングとかですよね。あ、すげえ見てる。バーってもありましたっけ。あ、そう、すげえ、ちゃんと見てる。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録。で、1月23日に、ここに行くれますんで、概要欄見てください。よろしくお願いします。お願いします。レッツー、バブラ頼むぞ。5番対決なんですけど、まず最初、リフティング対決。リフティング対決。絶対スリータッチで返す。なるほど。ちょっと言い方悪いですけど、殺しに行くとかじゃなくても、とにかくラリーを続ける。なるほど、はい。2つ目は、技対決。リフティングは何回でも OK なんですけど、何か技をします。何でもいい。例えば、素でリフティングを技だし、真新しい、まあ、リフティングのテクニックとか、あとこの技をやるんですけど、これもお互いがやったのだ。例えば、俺がこうやって回したら、回したし。で、3つ目が、シリトルリフティング。これね、俺めちゃめちゃ強いの。これ、制限が何タッチ？スリータッチ以内。で、4つ目が、バーテン。はい。もう当てるだけ。はい。こんなんもう尺30秒。で、最後は、1対1。はい。1対1。はい。もう、サドンです。はい。で、いきます。で、俺そのせいでそっちにパスしなきゃいけない。で、あとしはここ。この手前で、いきます。絶対スリー。絶対スリー。ノーアップだぜ。例えば、ズブンってなっちゃったら怖い。話聞いてた？よー、はい。ええ？おびえ、続くね。じゃあ、こっち眩しい。待って、こっち眩しい。もうこれ取ったら俺の勝ちやからね。よっしゃ、ナイス。2勝じゃん。もう2勝だよ。ありがとう。多分ね、俺はそうだけど、しりとりめちゃくちゃ好きある。
しっとりこう、はい、これ負けたら負けやね。いつも俺ここ負けるの言えない。そっから盛り返してやっぱりでやらせみたいに言われるけど、うん、ガチだガチだっすね。しりとりも釣り立ちみたいです。そういない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 で、でもいないです。でも KO だから。回転早い。回転いや、強いっすよ。強いっすよ。いくよ、トマト。扉。踏み木。いや、終わってる。1000円。かなりゼロ。伸びる。ルビー。あーやってる。リフティング練習しろよ。はい。だだだだだ。スピンス。スルメ。メダカ。カタツムリ。リンゴ。ゴリラ。ラッパ。パン。いやーさー。言ってないリンゴ。パって何？パって何？パって何？やばいねこれは。慶応だからパっていう言葉があんの？いやこれでも生きてる。同じの言ってない言ってない言ってない。ここは言わない。一番それは一番最初でしょ。もうゲームリセットしてる。ちゃんとルール確認して。よしじゃあパーティー行こう。あそうかもう負けた。そうだ。当てたら OK。これ一発でやるから。あどうする？これ最初でいい？はい。でも一発で終わっちゃうから。うわ。来た来た来た。ナイスボール。ナイスだ。当てるだけだ。もう一回でも。もう一回でも。パスできない。棒にパスで、棒にパス。オッケー、最後に痛い。はい。きたー。これ何もないよ。これは全面でいこうよ。イエーイ。ああ、そうだ、そう、こんなもんだ。大丈夫、大丈夫。趣味だから、趣味できるだけ試合できる。はい、いかがでしたでしょうか。5番勝負フリーガとの5番勝負、はい、噛みすぎね。ちょっとね、眩しすぎて見えん。あと体が動かなかった、ごめんなさい。まあでもFリーガを追い込んだということで頑張ったからいいよ。まあ、頭の回転と、まあ、棒にパスするのは僕の方がうまいんです。どうでした？5番勝負楽しかった。楽しかったけどやら負けた気分。3本目と4本目が完敗すぎて。でもまあめっちゃ楽しかった。皆さんもちょっとやってみてください。はい、じゃあこのチャンネルが良かったなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。よし、はい、ゆてちゃんです。1回目と2回目は僕の企画だったんですけど、はい、なんかサイドバックバーテっていうのは多分どの YouTube をやってないと思う。遊びみたいに見たことない。Woo!